GPU オーバークロックができるようになりました。もういいでしょう。もういいでしょう。ちょっと試しにやってみる？マザーボード入れて、もう一個で、グラフィックカード、どうすればいいのかな、何だったらいいのかな、まあ、適当にこの辺入れてみる。アップグレードってどうすんの。あ、違うわ、これベンチじゃないや、あれかな、バイオスの方から見るのかしら。ちょっと適当にパーツ入れて立ち上げてみましょう。 GPU ファンついてないけどいいでしょう。 BIOS、 あ、違うな、 CPU オーバークロックとメモリのオーバークロックあるけど GPU オーバークロックはないな。あ、これか、 GPU チューナー、ソフトウェア的にやるのね。再起動、これか、なるほど。やることはなんか CPU のオーバークロックとやっぱ変わりませんね。あっち CPU のオーバークロックは BIOS からやりましたけど、 GPU のオーバークロックはこの専用ソフトでやる感じ。まあ、最近のマザーボードの場合はどっちもなんか付属のソフトウェアからできたような気もしなくはないけど、なるほどね。電圧上げといてブロック上げていくみたいな。なるほどね。あんま変わんないけどね、あんま性能上がらないよ。そうなんですか。あんまり、そうですね、 GPU のオーバークロックとかあんま効かない気もしますね。もうだったら、そうね、だったら2枚差しするとかそういう流れになっちゃうのかな。まあわざわざオーバークロックしなくても新しいのに買い替えるとか。 GPU より CPU の方が性能上がる、ですよね。GPU はメモリが多いからね。メモリが多いからねとはどういうことですか。メモリが多いのは理由になるんですか。まあこんなことができますよということで、まあもういいかな。あとレベルが上がっていけばこの辺のツールがまたアンロックされてやりやすくなるんですけど、カスタム水冷式クーラーショップ、水冷式のファンがなんかカスタムできるみたいなのがレベル16でアンロックできたりとか、あとはケーブルが自動でつきますよとか、ネジが自動で閉まりますよとかいうようなものもアンロックできますけど、まあ何度も言ってるようにやることは一緒なので、今後もどうなんかな、大きく変わることないですよね、きっと。ショップ見てみようか。他、まあ、CPU もそんなにね、そんなに変わり映えしなかったな。第6世代から第7世代になったりとか、Ryzen 7が入ったりとか、Ryzen 9はあんのかな。
まあ、あと水冷式のファンが増えましたよとか、マザーボードもそんなに、マザーボードなんて変わっても地味だからか、地味だからね。まあ、メモリも見た目は大きく変わっていって、ライティングか、そうですね、光るようになりましたよ。だから今後の依頼ではなんか7色に光らせてくれみたいな、そういう依頼が出てきそうな雰囲気はありますね。うん、ああ、グラボも1080とか出てきたけど、まあ結局このように型番が変わるだけ。あと M.2 の SSD とかも出てきてますね。電源とかはまあほぼ変わらずだし、ケースがね、いろいろあるんで、あ、何これ、え、こんなあ、このようにちょっと会社によっていろんな特徴のあるケースがありますけども、そういうものをこうやって見ることができるのはちょっといいですよね。そこはシミュレーターならではだと思う。え、ちょっと買ってみよう、当日配送で今すぐ購入。ん？これか。ああ、ミニケース。いいな、これ。インウィン。聞いたことがあるような、ないような。いいな。こんな小さいんだったら、うちにも欲しいな。何が入んの、これ。3.5 インチが2つ。パン入んの？ここに14センチ2ついけそうですけど、マザーボード何対応してんの？ケース、インウィン、マザーボードミニ ITX、 ミニ ITX ってめっちゃ小さいやつじゃない？電源140cm まで、違った、140mm まで。それでも GPU30cm オーバーで入るんだ、すごいね。12cm ファン1個しか入らないんだ、おえん。あ、ファンないや。こっから取ろうか。ケース、お、このカテゴリーのアイテムはどれもこのケースには入りません。サイズが合いません。あ、これ14センチじゃん。12センチファン誰か持ってませんかね。あった。ああ、どうせだったら注文すればよかったのか。1個しか入んないって言ってたけど、この丸いのはなんだ？あ、でも横にもつきますよ。こっちがサイドパネルは開くんだね。あー、はいはいはい。ふんふんふん。ちょっと気になるから、ちょっと組んでみていいですか。ケースファン12センチ、ちょっと、もうちょっと買おう。当日配送でもう、これがつかないのは台座を外せってこと。こうか。あ、え、ん、なんだこれ。もう一個いくんじゃない。あれ？ 12 センチ1個しか入んないって言ってたじゃん。3つ入るけど。12センチ2個入るってことはさ、これ水冷式もいけるのかしら。マザーボード。
ないよね、そりゃそうよね。ミニ ITX のマザーボード？あるか。大きさ、フォームファクター、あ、ミニ ITX まだ売られてない、これから出てくるんだ。あー、 EATX って何？失礼、ミニ、ん？ EATX 聞いたことないけど、なんだろう、これか。よくわかんないや。このサイズでパソコン作れたらなかなか可愛らしくっていいな。マザーボード高そうだし、電源どこ入れんの？電源、電源、あ、 140mm までなら入るから結構余裕があるんですね。ここ、なるほど、下から吸気か、まあしょうがないよね。マザーボードどこに入れんだろう、この辺かな、この辺にマザーボードやって、ここに横にグラボが来る感じです。あ、ですね、ここに PCI スロットある、ここね。まあ、1枚2スロットサイズ でここが30センチ以上あるから結構入る感じよな。え、いいなこれ。あ、で、こ、あ、こっち向きか。あ、アクセスしやすくていいね。ん？あ、で、ここ、あ、ここに 2.5 インチか。ストレージ、はいはい、そうよね。電源の取り回し大丈夫？これこっからこっちの裏側に持っていかなきゃなんないから、ここはちょっと大変そうですけど、あ、ここに電源あんの、まあそりゃそうか。電源 AC がここにあるから、これ裏側に回すんでしょ、こういうことか。あ、はいはいはい、AC 電源を延長コードで持っていく感じね。ああ、そっか。ああ、これ電源ね。2.5 インチハードディスク、うん、SSD 用の電源がこんな感じで配線されます。なかなか大変そうね。3.5 インチはさすがに無理か。これ排気よな。ん？これ吸気かな？吸気な気がするな。床に向けてこれ排気するでしょ、きっと。グラボから排気されたやつが、この、そこにあるファンでさらに排気されている、いく流れだと思うんですけど、これ、これどういう仕組みになってんでしょうね。これなんだろう、フィルターかな。一応フロントパネルというかアップパネルに USB 端子もあるし、いいねこれ。インウィン、ちょっと後で調べよう。せっかくですからちょっともう一つ、もうゲームの手をなしてませんけど、でもこれが正しい PC ビルディングシミュレーターの使い方なんじゃないかっていう気がします。次これ。おー、なるほどね、見た目重視。これはフルタワーって呼んでいいのかな、タワーですかっていう気もするけど、すごいファンですね。これ光らせたらすごそうだな。がマザーボード、普通の ATX マザーボードがここ、うん、傾いてる
のでかなり目を引かれますけど、それ以外はかなり普通ですね。正直邪魔では。電源、これ電源は水平配置。ここの隙間どうすんの、これカスカすぎん。ちょっと CPU 挿して、待って、CPU 挿してで空冷使ってみようか。240mm 空冷、あー前か、上もいけるな。あー、ここに使うのがちょうどいいのか。はい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 、なるほど。240mm の空冷を、ん？あ、下もいける。あーなるほど、これ、あー底面のファンか、なるほどね。でも CPU ファンってこれ吸気に使った方がいいですよね、きっと。これ空気の流れどうすんの、吸気に使うんだったら前につけたいですよね。まあ排気でいっか。ここを LED のファンにしてすっごいピカピカ光らせると凄みが増しますね。ただ使ってるとめっちゃ眩しそう。そこまですんの、パネルだけ。ここさあ、結局それ、あー、ここな、はいはい、これはもう底面、どうだろう、これ吸気にしてもいいのかな、悪くはないけど、正直前面からフロントから、これフロントと言っていいのかな、フロントから吸気するからこれ以上吸気する必要ないよね。やっぱケースいいね、全てが決まる。まあ確かに見た目のインパクトがでかくなり、でかいですからねこいつは。ただめっちゃ邪魔、中身スカスカ、こんなにスカスカすぎん。これ一昔前のフルタワーレベルですよね。ハードディスクは8機10機詰めますよ。ここまでする必要あったんかな、これどういうコンセプトなんだろう。本当に見かけ倒しな感じがする。なるほどね。まあ外人はでかいものはいいことだって言うからそういう感じかな、そういう人用なんですかね。あはあ、なるほどな。降臨ビッグチャンガスっていう名前だそうです。ちょっと日本の住宅事情には合ってないんで結構です。オープンフレームよ。オープンフレームというとこのベンチ台のことですか。はい、これは、あ、でもこれそうか、これ密閉されてない感じか。ん、側面パネル、これ。隙間空き放題ですね、これ。静音性皆無って感じですね。これ、ほこり入りまくりじゃない？ダメだ。これ、パーツがほこりまみれになっていく様子がよく見えますけど、いいの？こんなんで。いやー、わかんないなー。工事しやすいよ。まあ、ここまで中身スカスカだし、そうね、中にアクセスしやすい。ただ、掃除はしやすいけど、いやー、しやすいけどよ。けどよ。いや、結構でございます。という感じで、ちょっと最後、なんか変なものをいろいろ見てしまいましたけど、まあね、こんな感じにしようかなって。思います。で、
そう、今までこのキャリアモードやってましたけど、まあ、DLC の e スポーツってよく分かんないのがあって、ここに IT 拡張っていうのがまたあったんですよね。なんかちょっと違うゲームモードらしくって、人気ゲーム、これ少し見てみようかなって思います。長くはやらないんで、どんなものかを見て、それで今日の配信は終わりかな。40万のケース買いたいね。ケースだけで40万って普通のパソコン2台買えますよ。あなたは今日からイラテックコーポレーションの IT サポート契約社員です。契約社員です。プレイしたことはありますか？はい。なこれ送料無料、これチートモードか。現金注入、使い切り現金ブースト、何それ。報酬ブースト、あ、なるほど。現金ブーストって最初の持ち金がブーストされる。報酬ブースト、多分報酬が増える。隠された目的を表示、チェック。チューター、初プレイの方は基本学びながら、初プレイではないので結構です。 IT 拡張にようこそ。イラテック、この会社はすでにワークショップの PC をセットアップしています。早速仕事に取り掛かりましょう。マウスを画面上に移動し、左クリックでコンピューターを使用し、メールアプリを開きましょう。会社、あ、すごいちゃんとした会社っぽい。サメの形したケースあるよ。外人はサメ好きだからな。じゃあそのうちゾンビの形をしたケースも出るんですかね。なんだ、マットビールゲーム。研修という名、研修という名目でなんかやるみたいですね。タイポがインストールされ稼働中です。セルアートがインストールされ稼働中です。どういうこと。データマインをアンインストールする、クックブックをアンインストールする、治療取り除く。ちょっと見てみようか。ハードウェアに関しての話じゃないですよね。アンインストールって書いてあるから、これ、はい。作業台どこ、これでいいのか。ああ、まず起動を確認して、治療取り除くって言ってたから、ああ、これか。データマインとクックブック、これをアンインストールしろってことね。うん。で、あと掃除して、ああ、あと3つのソフトウェアをインストールしろってことか。どれだ、これか。タイポとセルアウトと、あとなんだっけ、ドキュモンドリーダー、ドキュモンドリーダー、ドキュモンド、これか。で、あとは掃除する。はい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 、掃除終わった、終わった。で、パネル直して、はい、 OK。 これどこ持っていくの、さっきのとこでいいのかな。うん、あ、そうか。でメールか、で受け取る。おお、見た感じ一緒ね。星、前までは星で評価されてましたけど、にっこりですね。うん。頑張れ、頑張る。フレッシュミート。フレッシュミートもとい新人へ。なるほどね。外人のこのフレッシュミートっていう言い方、メジャーなのかな。確か、フォールアウト4で、お供に、
ついてくる犬のことをドッグミートって呼んでましたよね。すぐ肉扱いするのはあいつらよくやることなのかしら。あれなんか、あ、今日の依頼これで終わりってこと、帰るのかな。ん、あ、非常口、うん、終了。お、あ、これタブレットもしかして。新しいタブレット、ティックイットについて。あ、体重用アプリがティックイット。誰かが IT トラブルを報告するとティックイットに上がってくるから、それを私たちが対処するってわけ。ああ、なるほど。これは多分大きな会社の一部門で、パソコン直す係みたいな、そんな感じですね、じゃあ。なるほどね。なんこれ。ティックイットへ。え、何？夜間シフトに異常？ああ、そっか。この仕事はめんどくさいから夜勤の人お願いねって、そういう感じかな。電源交換。はあ、はあははあ、PC へ。ああ、なるほどね。あ、タブレットしよう。ああ、このシステムさ、なんで本編にないの？本編でこういうの使いたかったのに。あ、こっちじゃないや。あ、ちっちゃ。なんこれ。いいなこれ。いいな。さっきのインミンも良かったけど、これもなんか似たような感じ。これライジンテックっぽいな。初めて見た。ここでしか出てこないケースとかあるのかな。で、これ電源交換するこれか。あとはメモリをアップグレードする。メモリはこれか。あー、確かに小さいな。これがミニ ITX 規格のマザーボードなんですかね。グラボス小さ。あー、なるほどな。さっき見たケースは横幅っていうか縦幅、幅いっぱいにグラボさせましたけど、このケースの場合にはマザーボードが違った、電源がここに来ちゃうから、その分グラボは短くなっちゃう感じですね。でなおかつ普通のヒートシンクつけてるだけっていう。これ何？アークティックアルペンM4 パッシブ。実際にあるのかな。 あってもおかしくないけど。あ、こんなとこに 2.5 インチペイがある。小さいケースはやっぱその分苦労しますね。あんま良くない、やっぱ余裕を持った。え、ちょっと待って、電源交換はいいけどさ、電源これどうすん？注文するんですか？似たような感じで。よいしょ。お？ああ、進行中、ブロック済み完了。ああ、ちゃんと、あ、こっちの方がまだ遊びやすいですね。はいはい、今やってる仕事はこれ。ブロック済み完了。スキップしたやつ。で、ちゃんと並んでいくんですね。たださ、あー、オッケーオッケー。あ、こっからショップ行ける。あ、めっちゃ便利じゃん。最初こっちで遊ぶべきだったな、まあ、今更だけど。あと電、電源クーラーマスターの 550W。 あー、これすごい遊びやすい。いや、こっちでやるべきだったな、本当に。なんかもったいないことしたな。 550W 電源を
入れ替えてあげましょうということ、これね。で、配達料0円というチートモードにしたんで今すぐ購入ができてしまう。お今なんかピンポンって、あ、来てる。これね、ブラジール壊れ物です。 OKOK。 でこれで、ほぼ電源入れ替えてあげて、これなんかネジ自動で差し込まれますね。自動ネジツールがもうすでにインストールされてるっぽい。ツールとソフト、あ、全部解除されてる。え、これもともとそうなのかな、もともとそうなのかな。オプションか、ゲームプレイ設定、いや、もともとそうっぽいな。このモードの場合には全部解放された状態で始まるような気がする。で、グリスムって、でか。つけて、パネルつけて、つけて、パネルつけて、自動ネジツールいいね。あ、ラムのこと忘れた。メモリ引っこ抜い、メモリ引っこ抜いた？手元にあった。同じものを、めんどくさいな。3000メガヘルツ。メモリで3000メガヘルツのメモリを、ちゃいましょう。8ギガ刺さってて、そこに同じものを8ギガも加えればいいんですけど、同じものってどれだっけってなっちゃうんで、もうここで一気に16ギガを買って1枚刺しちゃおう。16ギガ、この辺か、この辺だな。これでいいか。カートに追加、購入。おい、ちょっと待て、おい、ちょっと待て、3から5営業日、あ、うっそ。即日配達してなかった今。てか、カートに追加、なんで変わってんの。当日即日で届けてください。はいはい。オプション勝手に変えないでほしい。ホコリまみれのその PC をまた売るの、これまあホコリまみれかもしれませんけど、これ多分あの売るんじゃなくって、この会社の中のパソコン修理部門に所属しているっていう感じだから、お客さんに売るというよりは、同じ会社の人たちのメンテナンスをしてるっていう感じじゃないかなって思います。だからまあ掃除くらい自分でしろよっていう、自分で使ってるパソコンなんだから自分で掃除しなさいよっていう感じでいいんじゃないかな。 OK、 これで入って、あとはじゃあ起動確認して、エラー出てる？ブートデバイスがありません。うっそ。あ、なるほどね。ケーブル挿してないや。これか。え？これでいいの？これでいいのか？これでいいのか？あ、立ち上がりましたね。OKOK。小さいパソコンは取り扱うのが大変ですよね。すごい細かいプラモデル組んでるみたいな感じになっちゃう。シミュレーターだったらこうやってワンクリックするだけですぐ組み上げてくれるけど、実際にやろうとすると
大変そう。ほこり取らないほこりだね。いや、そんなにほこり持ってる人はいないし、そもそもどうなん、そもそもそれはどうなん。もう一個あったんでやってみましょうか。あー、なるほどな。いや絶対まあ、今更ですけどこっちのゲームボードの方がずっと、え、何これ、プリンターを修理しましょう。まあ、全然違う仕事ですね。パソコンを直すというよりはなんか本当にメンテナンス屋さんだ。ディスクのクリーニングをかける。あー、なるほど、ソフトウェアを走らせる感じかな。クリーニットプロ、クリこれか。あー、デフラグツールかなんかですかね。デフラグとか言って興味、デフラグとか使わないから自分で言ってびっくりした。それからプリンターを修理しましょう。ウイルス駆除はわかる。あ、ウイルス駆除ソフトを入れてから再起動するべきだった。ウイルス駆除、え、プリンターの修理って何。これ終わった仕事、これか、これだな。ちょっと全然読んでなかったから読んでみようか。従業員マット・ウィルケム、さっきと同じ人ですね。僕のドライブゴミだらけ、コンピューターにうんたらうんたらをインストールして一通りチェックしてもらえないかな。不要ソフトを削除するソフトなのかな。ファイルを何枚か印刷したいんだけどプリンターが動かないんだ。こっちも見てもらっていいかな。プリンターって、え、プリンターこれ、確かになんかエラーっぽいの出てるな。プリンターの修理、このプリンターはイラテックの全従業員が共同で使っており、これを維持管理するのもあなたの仕事です。このプリンターが機能を停止したら電源のオンオフを試してみましょう。ダメですか。プリンターの上のエリアをクリックして叩いて修理をやってみましょうえ、これ電源だな。あ、直った、再起動で直った。あ、本当だ、叩ける。ま、今叩いたら逆に壊れそうですから、外人はやっぱ叩いて修理基本なんかな。こんな幼稚なことはまずしないはずなんですけどね。はいはい、なのでよいしょ、プリンターはこれで直って、このキープウンタラをかけて不要ファイルの検索と除去が始まります。あ、そんなタイプのアプリケーションもありそうですね。それよりはでも自動的にバックアップ取ってくれて消してくれるみたいな感じでいいんだけどな。クリーンアップが完了しました。あれかね、レジストリとかきれいにするタイプかな。あれも効果があるのかどうかよくわからんですけど。で、ウイルススキャンかけて、え、これで配達エリアに置く。はいはい、これで受け取る。はい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 、あ、完了に2つ並びましたね。なるほどな。あ、今時このゲームをプレイする人間はあんまいないと思いますけど、もしやるんだったらこの IT エキスパンションで遊んだ方が絶対遊びやすそうです。ただこれ終わったやつ、いらんやつ。
あ、今日の仕事終わり。はいはい。プリンターを叩いて直すのはどうかと思いますけどね。でまたお仕事が来てますよと。まあ言うてでもやること、ああ、なるほど。なんか、まあそうね、やることはそんなに変わってはないかな。なんかひどい、お家が広いからちょっとあの気持ち的に広々として気分がいいというのと、グラボアップグレードウイルス駆除。あとなんかいろんなソフトウェアをインストールして走らせろっていう風な命令が追加されてますけど、まあ言うてこれも種類が増えただけでやることはほぼ一緒ですからね。インストールして再起動して走らせるっていうだけですから、ああゲーム内容自体はほとんど変わっていない。大きく変わったのはここでプリンターを殴れるということでしょうか。治った。ああ、なるほどね。ここで殴ってストレス発散みたいな感じなんかな。ゴミ箱。電子レンジ？ここキッチン扱いですか？まりがけでやってるのかな。でもパソコン使う会社って割と24時間動いてるっていうのあるから、案外そうかもしれない。あタブレットがね、このタブレットが使えるっていうのがかなり遊びやすさを、遊びやすさに貢献してますね。続編の方では PC ビルディングシミュレーター2の方ではこれがあったんで普通にあるものだと思ってたんですけど、この前作にはなかったもんですからね、いちいちパソコンと PC と往復するっていう必要が出てきてたんですけど、これがあるのはかなり便利。まあ、これからやる人がいたら使ってください。うん、この進行度合いが見られるのもいいですね。ただあのパーツ、買ったパーツをどの案件で使うかっていうのは多分変わってないというか改良改善されてないから、そこで在庫で苦労するのは変わらないと思いますけどね。よし、そんな感じですかね。まあ、あの働く場所が変わったけどやることはそんなに変わんないよっていうことで、よし、今日の配信はこんな感じにしたいと思います。まあ時間的にもこんなもんでしょう。ということで PC ビルディングシミュレーター二足三門ハードウェアショップ今日で閉店です。面白くないわけではないんですけど寿命が短いというこのゲーム、あのエピックゲームス無料配布でもありましたんで、もしライブラリに眠っているという方であれば一度遊んでみるのはいいんじゃないかなと思います、はい、ただ私はこの後アンインストールします。2はね、 PC ビルディングシミュレーター2は、まあ、もう少し遊びやすくはなってるんですけど、まあかんこの感じだと多分延々同じことを繰り返すということに関しては同じなんじゃないかな、ゲーム性は変わってないんじゃないかなと思うんで、ちょっと手を出すのは、まあもういいかなって感じ。明日はお休みだからね。そんなことないでしょ、明日月曜ですよ。明日月曜が お休みだったのは先週の話ですからね。大丈夫ですか、勘違いしないでください。それとも一人だけ休みですか、許されませんね。うん、明日月曜、そうですよ、明日月曜ですよ、明日月曜ですよ。ちょっと今考えちゃったじゃないですか。明日月曜ですよ。危ない危ない。来週のこの時間帯はまたあの別のゲームをやっていこうと考えております。何をやるかはほぼ決まってますんで、まあ、あの日曜の夜早寝配信にふさわしい、ちょっとのんびりできるゲームかなになると思います。パソコンは全然関係ないのでないんですけども、ちょっとファンタジーでのんびりできるゲームをやろうかなと思ってますんで、もしお暇だったらちらっと覗きに来てもらえると嬉しいです。
うん。うん。こんな感じ。それでは、ここまでのご視聴どうもありがとうございました。アートさんも最後までありがとうございました。お相手は、二足三文ソフトウェア&二足三文ハードウェア、ゲーミング部門所属、陣の楓でお送りしました。では、ごきげんよう。おやすみなさい。